こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、中国潜水艦の潜航を確認している。そんな中各国の潜航能力はどれほどのものか、ちょっと気になりました。奄美大島沖での発見はまたかと思わせるし、防衛大臣も異例の発表でした。潜水艦の潜航性能を、ちょっと調べてみたので、見てくださいね。そういえば、海自は、旧式黒潮潜水艦で南シナ海まで行ったことを、思い出したが、本当に見つからなかったのか疑問もある。それでは、詳しく見ていきましょう。韓国海軍は、ドイツ製の214型潜水艦を使用しています。このドイツ製造の潜水艦には209型と214型の2タイプありますが、両方とも非原子力推進システムによる通常動力型潜水艦です。209型が旧型、214型が新型で、潜航できる深さは交渉ですが、209型は約 300M、214型が約 400M と推測されています。台湾で運用されている潜水艦はかなり古いものです。全4隻ですが、その半数である2隻は、なんと第二次世界大戦の終結前後にアメリカで使用されていた潜水艦なのです。つまり、70年以上も前の、はっきり言って、老朽艦ということになりましょう。この潜水艦を購入したのは、1970年代第二次世界大戦から約25年後で、当然ながら、すんでに中古艦でした。それ以来70年以上、現役で活躍していますが、何と言っても旧型ですから。性能も、現在のものに比べれば落ちるのが当然でしょう。潜航深度は、100M 程度しかないそうです。では、残る2隻はどうなのでしょう。1980年代後半にオランダで、建造された潜水艦で、オランダ海軍向けのズバ・ルドフィス級潜水艦を改良したものです。ちょっと前のディーゼルエンジンと鉛電池を併用して航行する。通常動力型潜水艦ですし、潜航深度は約 300M とされています。言うまでもなく、このタイプも収益からすでに30年以上経過しています。となると、現在では、この深さまで潜れるのかどうか、ちょっと疑問視されるところです。では、アジアの軍事大国中国はどうでしょう？中国は、東アジアトップの、潜水艦大国です。原子力潜水艦と通常動力型潜水艦の2タイプ合計で、70隻以上も保有しているのです。軍事機密ということで、原潜の最大潜航深度は公表されていませんが、通常動力型潜水艦であれば、日本にも外国にもありますから、ある程度は、予想できるようです。中国が保有する通常動力型潜水艦の中で最も数が多いのは2006年。平成18年から使用している元型、
由来は中国の元王朝からです。2020年現在まで約20隻も就役していますし、タイやパキスタンなど、他の国にも輸出している潜水艦です。少し前の2013年、平成25年に、アラブ首長国連邦で、国際的な武器見本市、IDEX-2013 が開催されましたが、ここで公開されていた元型潜水艦の輸出タイプ、S20 型の潜航深度は 300m ということになっていました。その後2017年5月に、タイが中国と購入契約を結びましたが、当該潜水艦は S20 の改良型である S26T でした。このタイプの潜航深度は 300m と言われています。機密である原子力潜水艦の能力が公開されている理由ですが、これらは輸出用の潜水艦ということです。輸出用ということは、要望があれば世界中に販売するわけですから、スペックもオープンにして置かなければならないということですね。前述のように、中国が潜水艦技術を自分たちにフィードバックさせることを目的に購入したのがロシアの潜水艦と言われます。ロシア製のキロ級潜水艦を計12隻も購入したのですが、この艦も潜航深度は 300m 程度ということです。様々な情報から類推してみると、中国の元型潜水艦は潜航深度についてはだいたい 300m、 せいぜい 400m 程度ではないかと思われます。意外と短いと感じるのは筆者だけではないでしょう。海上自衛隊が保有する潜水艦の潜航深度は、国防にかかる重要な機密なので、当然ながら公表はされていません。ところで、潜水艦のトラブル等に対処するために、潜水艦救難艦という艦があります。新幹線でいうドクターイエローみたいな存在かと思われます。この潜水艦救難艦、ちはやには、1000m 程度の深度でも救助活動が可能な DSRV、ディープ、サブマージェンス、レスキュー、ビアクル、深海救難艇が搭載されています。潜水艦救難艦というのは、海中で遭難したり、沈没した潜水艦の乗員救助のための専用の潜水艇です。当然ながら医療設備も充実されています。2002年、平成14年、ハワイ沖でアメリカの原船に衝突され沈没した漁業実習船、愛媛丸の岩揚げにも協力したそうです。ちなみに、水圧に肉体をさらしながらも深く潜っていく飽和潜水という、かなり体に負担のかかる技術があるのですが、この潜水艦救難艦の水中作業員が以前この方法で 450m の水深へと到達したという記録を打ち立てたそうです。続いてアメリカです。アメリカのシーウルフ級原子力潜水艦は潜航深度が約 500m と推測されていますが、海自の潜水艦も同じぐらいの深度まで潜航できる可能性があると思われます。様々紹介してきましたが、これらはあくまでもカタログによるスペックです。
正確で詳細な潜航深度ではないですし、同型の艦であっても、それぞれの艦によって能力は細かく異なってくるはずです。一例ですが、DSRV のような救難用潜水艇以外の一般的な軍事用潜水艦について紹介しますと、最も深く潜ったのは、旧ソ連の685型。原子力潜水艦 K278 と言われています。この艦は1985年、昭和60年 2027M という記録を作っているそうです。しかし、この685型原子力潜水艦ですが、深く潜れることを最優先に設計したため、いろいろな面で不具合があるようですよ。その一つが船体構造です。船体にチタン合金を使用したため、経費が跳ね上がったのはもちろん、潜水艦にとって重要な要素である静粛性に欠けることになってしまったということです。水中音で自分の存在が敵にバレては潜水艦の意味がありませんよね。チタン合金は水中で大きな音を立てる性質だったのでしょう。耳のいいソナーマンだったら即場所や距離を見破られてしまうでしょう。嬉しいことに、今では日本の潜水艦技術は中国海軍を上回っているそうです。とてもいいことだと思います。尖閣諸島をはじめ、いろいろな海域で日本の鼻先をかすめるような行動をする中国よりも、優れているものがあるというのは、ちょっと安心しますよね。戦争が始まることはないと信じたいのですがと言っても、中国に対するこの優位性を保ち続けるには、どうしても必要経費というものを無視することはできません。天災や疫病、香港のデモなど、課題山積の中国ですが、そんな状況だからこそ、軍備拡大路線をひた走っているようです。今そこにある危機に対応し、国民の命や生活を守るためにも、ある程度は防衛費を増やさざるを得ないのかもしれません。